あ、ドレッシング持って帰ってくるの忘れた。うん、ブロッコリー好き？うん、食べていいよ。なんで嫌いなの？タルタルかかってるから。え、タルタルはあんまり。あ、え、意外、そうなの？うん。なんで？マヨネーズ好き？うん。なのにタルタルが嫌いなの？うん。なんで？なんか、うん。あ、でもタルタルが嫌いっていうか、タルタルにかかってるもの？うん。タルタルをかけてるもの？うん。があんまり好きじゃない。白身魚のフライとか。なるほどね。カチキン南蛮。うん、違うんかい。別にね。うん。味見してみる。これなんだろう。チキン南蛮。これにタルタルかけるんじゃないの普通は。ん？チキン南蛮にタルタルかかってるよね普通。これチキン南蛮？うん、いや全然わかんない、うん、これ何？これ竜田揚げ。チキン南蛮と竜田揚げ、うん、贅沢だよね。ね、ありがとうございました。お砂糖は飲みません。酒飲まない。さすがにね、明日だからね。うん、明日なかったら飲んでたか。うん、ほら、うん、でもさ、ステージにいても自分の本見えてさ、嬉しかった。かる、道間とかさ、うん、なんか8の時はさ、うん、なんかもうみんながみんななんか8ファンだからさ、うん、すごい安心感。蜂の巣の時良かったよな、なんか、ね、泣きそうになった、蜂の巣やってて。なんか泣いてないね。泣いてないよ、蜂の巣は泣いてない。泣いた。嘘、泣いてた。うち、なんか泣きそうになっちゃった。目が赤かった。なんかさ、蜂の巣がさ、3列目にいるの基本、うんうん、でなんかみんながすごい笑いながら楽しそうに踊ってるの見て、うん、あ、なんかこういうのも最後かと思ったら、うん、確かに。今日で面白いエピソードあるけど、うん、本人がいないから、うん、あ、あの、うがちゃん、え、誰、二代や、違う、下を、いや、知らない。でも、うん、多分このエピソードで言ったら下が落ち込んじゃうから、じゃあ我慢しとこう。本人の口から。うん。うん、明日泣くかな、泣くかなって、泣かない気がしてきた。嘘でしょ。そんなことある？いや、分かんない。うん、でもいや、そうなんだろう。なんかハマが泣いてるのみたいな、泣いちゃいそう。ハマの最後じゃん、下で。うん、確かに。うん、うん、分かる。10年桜さ、今日泣きそうになった。うん、いい曲すぎひん？でも10年桜今日さ、うん、やったよね。なんかめっちゃ思い出した。うん、分かる。こんな広い会場でやったなと思って。うん、あのね、東京ドーム。うん、なちゃんも受かってたよね。ね、すごくない？うん、なんて、すごい。ダンスも歌も未経験なのになんか受かった。度胸あった、その時。うん、でもなんかやりきった、ちゃんと。うん、偉い。声とか出なかったけど、にーとか、うん、なんで、ノートキムヒを守れるようににーとかルガ言ってたけど、でもなんか、ね、あの時のなちゃん、ピンクのハーフパンツのイメージしかない。入ってたよね、嘘、あの時入ってたっけ。うん、でもかも、アナップの、あ、アナップなんだ。うん、ダンスできる子はアナップで買ってると思ってた。うん、なんかね、楽しかったですか、みんな今日。どうだろう。でもさ、一個疑問に思ったのはさ、うん、いや、これ大丈夫かなって思ったのがさ、撮影タイムの時にさ、うん、風船落ちてきたじゃん。うん、なんか確かに、そうの人たちね、そう、撮影タイムじゃない時の方が良かったんじゃないって思っちゃった。それにちょっと似てるんだけど、うん、あの撮影タイムの時に、うん、誰か、いや、なんか何人かがさ、あの、うん、トロッコに乗ってたの、うんうんうん、でボール投げてて、うん、でもみんなこうやってさ夢中になってるからさ、ボール投げたとかさあんま気づいてないの、もうその人を取ることにして、うん、だからさ、ボールがさボーンって当たってさ、うん、その記憶がすごい、そう、
危ないよね。痛いもんじゃないからあれだけど、確かに痛くはないけど、なんかそのタイミング、うんうん、だよね、うん、タイミング、うん、まあ、難しいね。そうなんかあ、これここでいいんだみたいなね、こうおにぎりだっけ、それこそ撮影タイムも練り歩きの時の方が、うん、これ提案ですよ、一つの提案として、うん、ね、うん、でもその練り歩きの時にメンバーと遭遇するのは嬉しいよね、うん、あったよね一回、うんうんうん、待って待ってみたいな、うん、待って、うまこれ何味それ、見ていいの、ごま油みたいな、なんで逆になんか意外やだ、逆になんか、うん、美味しいおにぎり、うん、あのご飯屋さんが作ってくれたの、ご飯屋さんね、うん、久しぶりにね、ご飯がお弁当じゃなくてね、そのあったかいご飯だったんだよね今日、うん、やっぱケータリングいいね、うん、ガレット食べた、ガレット食べた、美味しかった、うん、しょっぱい系、しょっぱい系、明日食べる、美味しかった、うん、もうケータリングだった、久しぶりに、まあ明日がやばいよね、うん、でも練習しなきゃ、うん、これ踊ってていいよ、ちなみにこれネタバレとかじゃないけど、昼も夜も今日のコンサートも全然瀬戸に違うよね、違う、マジで違う、マジで違う、3公演とも全部違う、うん、だからもうパッパラパーラやめよ、ほんとにやばい、うん、もうチーム制なくなり公演も新たな演目、何なんだろうねあれ、だからチーム制なくなるやん、うん、例えばシアターの女神公演16人でやります、うん、ごちゃまぜ、うん、じゃない、なんかさ同期とかでみたいなやつじゃん、うん、結局いいとみたいな、確かに結局ね、うん、意味が分かんないけど、ね、何のことと思ったけど、活動休止した意味とはってなってたよね、あれファンの人みんな首かしげてたえみたいな、うん、なんかよく分かんない、うん、私たちもです、うん、本当なんだんだろうね怒ってる、でも分かんないよね、うん、いやその急すぎるしさ、ミヨンさんたちも知らなかったじゃん、多分みんな、うん、動揺してたよね、うん、めちゃくちゃなんかね、でもそうちゃんとさ説明してくれて、ね、そう説明してくれるスタッフさんとかがいたらいいのに、ね、なんか発表されてコンサートあってキョトン、うん、変なこと言えないし、ね、うん、複数公演覚える、でもありそうじゃないそれ、だからランダムだからめっちゃ大変だよ、頑張ってね、あそうだ投げやりですけど頑張ってね、そうだお腹いっぱい、え、なんか食べたい、うん、ちょっとね、ごちそうさまでした、うん、ついに中西会公演か、私もやめるわ、うわ、マジか、うん、中西会公演16人公演だよ、チーム8だけじゃなくて全チーム活動休止ね、思ったそれ、悩めんそれみたいな、ね、よくわかんないよね、うん、本当によくわかんない、結果的にさ全チームね、うん、でも一人3公演くらい覚えなきゃいけない、うん、そうなりそう、同期、え、なんかどういうことわかんないね、うん、じゃあみんなその公演をできるようにするってこと、うん、だと思う、うん、だから一つのポジションで、だから昔のエイトみたいな3人くらいポジションいてランダムでみたいな、でも16人だと倍率も高くなるから、確かにね、ほんとじゃん、8人でも結構8人好きだったね、わかる、なんてだって楽屋が広いんだよね、うん、16人だと楽屋キュンキュンだよ、それいつからって言ってた、秋、うん、見てって見えないわ、見えない、うん、あ、
ひーちゃんの。ひーちゃんの。ひげ、ひげみたいですよね。ひげ、ひげちゃうみたいな。うん。あの踊ってたやつ。そう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 。見た。秋以降だって。そっか。秋か。なんだかね。めっちゃ落ち込んでるみたいな。ちょっと疲れて、うん、やめるから関係ないじゃん。いや確かにそんなねんけど、そんなねんけどね、まあ、田口チーム系にお世話になったからこそね。ね、田口ちゃんも泣いちゃう。泣いてた。田口ちゃん、田口ちゃん田口ちゃん泣いてた。やっぱりチーム系好きだったの。いい時に辞めたのかもなんて。いやいや辞める時にいいタイミングなんてないですよ。ないですよ。でも間違いでもないですよ。間違いでもないですけど。久しぶりにキャパシティ入れてよかった。いやそうだよね。えなんせキャパシティのさコール知らないんだけど。いやうちもでもキャパ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 シティみたいなとこでしょ、うん、どこだっけ言ってた今日。言ってた、うん、踊りに必死。えけどキャパシティしか聞こえなかった。そのキャパキャパキャパは聞こえなくてキャパシティだけ聞こえた。どこだっけ、誰が考えたんだろう。あれキャパキャパキャパテテ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 違うか。どこで言ってたんだっけ。でも確かに意外と声援、うん、聞こえなかったっていうか聞きにくかった。なんか聞こえにくかったって言ったらいいのかな。いや多分聞こえるけど音がでかいのかな。でもそれもあるし、もうこっちは踊りとか必死で、うん、確かになんか耳に入ってこなかった。入ってこないかつ次の段取りみたいな、うん、考えてて。 MC の時はみんなの声聞こえた。なんとかちゃんみたいなのは、うん、聞こえたけど。とかも、あうんそう、とかも、おーとかも、うん、でもなんか今回はさすごい声を出してもらえる瀬戸里だったね、うん、確かにそれメインで考えてたよね、うん、でもさ今日さ8の新曲なかったよね。ね、なんでだろうね。なんかカフリングやってたのにな。今日聞きたかった、うん、今日やりたかったよね。まあでも明日あるしね、うん、みんな言ってたよね8、うん、なんでカップリングみんなやってるのに8だけカップリング入ってるのにないんだろう、うん、ちょっとね、ちょっとね、ね、やりたかったよね普通に、うん、明日あるとはいえ。なんかさその他のさ AKB の人たちにもさ聞いてほしい、うん、絶対聞く機会ないじゃん、うん、確かにね。誰だの後にね、うんうん、チュンスナースのイントロ聞こえました。ミョンホンドゥスケみたいなやつ、うん、うんうんうん、聞こえましたよ。聞こえた聞こえた。なんかそれ最初とか、うん、感想とかは聞こえるんだけど、うんうんうん、なんか違う。でも確かになんか自分が例えば歌ってた時にナナセとかさ、うん、聞こえなかった。例えばだけど。確かに単純にね、なんか人の名前言ってるのかなとは思ったけど、うん、でもコールってむずいよね。うん、ごめん体勢きつい。うん全然大丈夫。コール明日も頑張らな、はい、あと5分くらいしたら終わろうか、うん、明日も早いしね。明日朝15分だけショールームするから。いいよ。ごめんね。明日 BFM なので。そうじゃん。そうやるタイミングないんで。そうじゃん。頑張らなかにょ。頑張らにゃ。頑張らにゃ。カツ入れよう。入れよう今じゃない。
て。目が痛い。明日のじゃあ注目のポイントを教えてください。明日はオープニングの3曲目のそれは適当に言ってみた、うん、なんだろう、何、あ、出た消した、あ、頑張る、頑張ろうね、うん、OG ね、 OG ね、楽しみ、来ます。そう、 OG のファンもさ来てくれるのかな。来るっしょ。でもさ誰が来るか分かんないんだよね。確かに。から誰が来るか言えないんですけど、私たちもこれ口止めだよね一応。まつげ切れ、うん、誰が来るか、いや内緒だよ。でもみんななんか 何人かはみたいななってるよ確か。でも多分本人が言ってること言ってない子がいるんだ。そういうことね、個人的に。なので、まあ、お楽しみにって感じだね。知ってるくせに、え、うちらは知ってる、うちらは知ってるよ、もちろん。だって出る側ですから。私たちは知ってます、もちろん。出る側です、知ってます。そう、自分で言っちゃってるメンバーもいるらしい。そうなん、うん、まあでも明日は本当にみんな喉を枯らしてもらって、うん、ね、よろしくお願いします。ガチ恋工場、うん、まあ世の7やるか知らないけど 100% やるやろ。まあ知らないけど、さすがにやんないから逆に、うん、逆にやんないかも、やりすぎてやんないかも。あ、なるほどね。じゃあやらないかもしれない。てか明日マジで昼と夜両方来ても楽しめるよね。うん、いや、うん、全然セトリ違うから。うん、昼はザ・エイターみたいな、え、夜もザ・エイターか。うん、エイト曲とか昔ながらの曲とか、まあ、めっちゃエイトっぽいよね。確かに。コンサート頑張ろうね。体力を温存させないと本当に。みんなどっちも来てくれますかね。両方行きます。だって、あ、ありがとう。のファンは来てほしい。エイトのファンは、え、でもエイトのファンは、でも昼はまだ当日券あるんでマジで来た方がいい。うん、そうだよ。あ、忘れてた。え、何何見えぬ。あー、やりたかったね。両方行きます。見つけます、明日も。読まなくていい、うん、確かに夜来るなら昼も入っちゃった絶対いいよ。え、本当になんか ねやっぱ、うん、感動してる、うん、エイトの曲以外も歌うの。うん、どうだろう、ね、しょ、秘密、秘密。言うてエイトの曲16曲だっけ全部で。うん、16曲です。2個ともそれかな、うん、ブラジルから7歳に見に行きます。すごい、すごい、ありがとう。え、まあ、反対、真下だよ。こういうこと、うん、さすがにもう来てると思うけど、うん、VR で応援します。だってありがとう、お願いします。 VR もたくさん見ます、いっぱい見るね。今日も結構見た。4階席行って楽しめるかな。楽しめる。ステージ上結構みんな上見てるよね。うんうんうん、見ます。え、今日さ、うん、あれ言ってた、これ、うん、言ってた。あ、言ってた。でも移動してたんちゃう。そっか、うん。髪の毛何にするの、まだ決めてない。まだ決めてない。オッケー。なんで、うん、何する。うん、迷ってる。巻き下ろしかハーフツインか。うん、あれ、今日ハーフツインするって言ってなかった。言ってないよ。あれ、明日の話やる。うん、そうやで。そこそこ、天のジャック、天のジャックバッタバッタね、楽しみだね。左部屋が天の
ね、そう、天野、天野ってこっちだっけみたいな言ってたよね。天野って何って言って、そこで訳さないでよって言ったわ最近。じゃあそろそろ終わりますか。しますか。ランキングもかな。私も読みます。じゃあ13位から読んでいきたいと思います。声大きい、ごめん。どうぞ、こっち見てみて、交互に読んでいく。うん、13位りょうたとマーク、とりももしさん、ありがとうございます。ありがとうございます。13位はプロジアットマーク、7レンジャー、ありがとうございます。12位、梅子ぶちアットマーク、夏のりどんさん、ありがとうございます。12位は、けなやとマーク、7レンジャー、ありがとうございます。11位、ふぐさん、ありがとうございます。10位、ごぼえいせん73アットマーク、最後まで笑顔に、ありがとうございます。10位、2号さん、ありがとうございます。9位は、パンダアットマーク、7レンジャー、ありがとうございます。9位、ひろゆきさん、ありがとうございます。8位、9位、9位、うん、パンダアットマーク、7レンジャー、あれ飛ばした、釣れてるとか。あ、分かった。11位、ネコトラメンアットマーク、40%、ごめんね。ね、で待って、ちょっと待って、うん、10位が YS73 アットマーク、最後まで、笑顔にさん、ありがとうございます。9位はパンダアットマーク、7レンジャー、ありがとうございます。はい、8位ゆうきさん、ありがとうございます。8位はゆうさん、ありがとうございます。7位岡崎さん、ありがとうございます。7位はすずねアットマーク、あやね大福さん、ありがとうございます。6位幻さん、ありがとうございます。6位はやばしりさん、ありがとうございます。5位、あ、ゆばしりさんだった。5位、斉藤アットマーク、マヨネーズのケチャッピーズさん、ありがとうございます。ございます。5位はマゼランさん、ありがとうございます。4位ワイキアットマーク、2人とも春子を作る、明日も頑張る、楽しんでねさん、ありがとうございます。4位はごっちゃんとマーク、今日誕生日でした、ハッピーバースデー、おめでとう、ごっちゃん、ごっちゃん、おめでとう。3位、ありがとうございます。クロケンさん、ありがとうございます。3位は、国アットマーク、ナルセのオペが好き、7レンジャー、ありがとうございます。2位内葉さん、ありがとうございます。2位は鍋アットマーク、7レンジャー、ありがとうございます。1位ずっこさん、ありがとうございます。1位はシュアットマーク、岐阜出身7レンジャーさん、ありがとうございます。それでは今日見てくれてありがとうございました。また明日ね。明日ね、バイバーイ、バイバーイ。